ジョンです。ナルメン通りです。はい、今日は、スイートラブシャワー、はい、山中湖、はい、に来ております。お呼びいただきありがとうございます、はい、で、まあせっかくね通りくん来てるんで、はい、なんか撮ろうかっていうことになって、はい、でちょうどねタイムリーな話、うんうんうん、この YouTube のコメントでも来たんですが、うん、まああのアフリの問題について、うんはい、ジョンさんの見解お願いしますみたいなね、うんうんうん、コメント来ました。はい、タイムリーです。早いですねその人の、はい、ねコメントで、はい、それについてどうですか。まあ、さっき記事見たよね。なんかね、まあ、ネット記事。はい、僕はそれこそジュアンさんに言われて、うん、それで初めて知ったんですけど、うん、結構あのそこからツイッターとか見てると、うん、結構いろんな人がコメントっていうか、うんはい、関心が結構みんなあるんだなっていうふうに思ったのがまあ第一印象なんですけど。どういう論調なの？論調世の中の意見的には。僕が今見たな、うん、タイムラインでは結構こう50-50かなっていう感じですね。あー、はい、この記事の上げられ方っていうのも問題あると思うんですけど、うん、結構そのラーメン屋さんのそのアフリに対してアンチなコメントも多いかなっていう印象です、うんはい、僕個人の印象っていうかその意見っていうか感想はやっぱりどうしてもそのお酒の方の会社さんのことも知らないですし、うん、逆にアフリは昔から行ってる分、うんうん、ちょっと肩入れしてしまうっていうか、はい、まあアフリの方が先にその商標を登録してるっていう経緯もあり、うんうん、僕はそうですね、ちょっと気持ちはラーメンのアフリに味方する感じかなって、うん、もうしょうがないのかなっていうそのっていう感じです。差し止め請求されても、はい、まあそれは。し、もし今後話がもう、うん、もうこじれにこじれ、うん、そのラーメン屋さんのアフリがアフリっていう名前をね、もし使えないとかってなったらすげえ嫌だし、うん、はい、っていう感じですね。これちょっと難しいですよね。そのテーマがなかなか触れづらいっていうか。そうなんだよね。まあコメントねくれた人も、うんはい、なんとなくだけど。うんアフリ側じゃないか、その日本酒、うん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 、お酒の側の意見なのかなと思った。なんかそれぐらいアフリ使わせてやってもいいじゃん的な。なるほど、確かに、うん、そういうちょっと世の中のねその論調も知らないけど、うん、なんとなく、うん、それぐらいさ、うん、だってアフリラーメン出してるだけじゃんみたいな、お酒作ってないじゃん、うん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 、だったら使わせてあげてもいいじゃんっていう、 意見が多いのかななんてちょっと思ったの。確かに、なんかあのツイッターでもありましたよ、うん、あのスーパーカップを見習えって、あのカップラーメンとアイスのスーパーカップ仲良くやってんじゃんみたいな。あ、まあ確かになとは思ったんですけど。そうだから、ね、まあで見解って言われても困るんだけどさ、僕もさ、うんうん、別にそこに対してね、僕専門家でもないしさ、うんうんうん、でね、両方の当事者とも全く関係ないしさ、うん、そう本当に個人的な感想とかだけになっちゃうんですよね。僕もさ多少さ、はい、あの僕もさ商標登録いくつか取ってるの、はい、なるほど、うん、でもね、まあ札幌ブラック、はい、で僕あれ取ってるんだよ、うん、とかね、いくつかね、他の僕多分ね、はい、5つぐらいかな、もうちょっとかな、結構取ってますね、商標取ってるの。へー、そうで、商標取れなかったのもある。あ、なるほど。取りたかったけど、うん、取れなかったのもあるの、うん、っていう、一応多少なりともね、うん、商標を取るっていう、うん、なんだろうな、経験があって、うん、感覚があるから、うん、側から言うと、うん、やっぱり商標を取ってる方が正義だよとは思っちゃう。まあそうですよね、変な話、早い者勝ちって言っちゃえば、うん、で、それをさ、特許庁がさ、認めちゃってるわけじゃん、うん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 、でそのなんかアフリの語源はさ、アフリ山、うん、アフリ山だっけ、うんうん、はい、でまあその一般名称だからそれがうんぬみたいな意見あるけど、うんうん、はい、でもそこに関してはもう特許庁が認めちゃってるから、そうです、ね、はい、もうそれ文句言うんだったら特許庁に文句言う、っていう話、文句言えよって話じゃん、はい、でやっぱ認めちゃってる以上、うん、もうねその権利はアフリのもんかなとは思うから、うん、だからむしろその、お酒の会社が、はい、
発売前に調べなかったのかなっていう、本当そうですね、そこが疑問。確かに確かに、結構さ、僕プロデュースする時でも、店名決める時に、まず店名決める前に、まず商標の検索をしてくださいっていうの。なるほどなるほど。そう、はい、どっかに取られちゃってると、で後から店名変更しろって言われる可能性があるから、それ厄介だから、店名も決める前にまず商標を検索して取られてないかっていうのを見つけてから店名決めてくださいって必ず僕言うんだよ。なるほど。でも確かに僕も自分の店やるときに、やっぱりインターネット検索ぐらいはそう、はい、できるじゃん、はい、できるから、ね、結構それはなんていうんですか、もうベーシックに絶対みんながやるべき時代にはなってきてるかも。そう、やるべきだと思う。だからそのね、お酒の酒造さんがね、調べなかったのかな、もしくは調べたけど弁護士と相談の上これならいけますよっていう判断だったのか、まあちょっとそこはね、分かんないけど、でもまあ今回の件に関してはこんな程度しか喋れないっていうかさ、そうですね、こんな感じです。本当に、今の、お店をオープンする前に調べましょうって話通ずると思うんですけど、ラーメン屋さんって、その土地に根付いた名前をつけるパターンって結構多いじゃないですか、で、まあ変な話ですよ、アフリがあんだけ大きな規模の会社になってしまったから、ここまで燃えるっていうか、話題になってしまったのかなっていうのもある気がするんで、やっぱりちょっとでも自分のお店を大きくしたいって思ってる人は、まあ思いがあれば、いろんな思いがバックボーンがあればいいとは思うんですけど、まあ気軽にちょっと地名とかそういう山の名前とか店名に入れるのはちょっとリスキーなのかなってちょっと思っちゃいました、ね、そうだよね、はい、っていう、はい、もうこんな感じでございます。はい、以上ですね。ですね、はい、もうこれ以上なんか触れられないと怖いです。はい、では、はい。